気に入りポイントはまずこの白襟です。もう白襟のものって着るだけで何でもしっかりして見えるので好きですし、やっぱり秋になると着たいなって思うポイントです。あとは袖にゴムが入っているので、あの好きな長さにできるというか、しっかり長さを持ちたい時もあるし短くもできるし、すごく便利だなって思います。手も洗いやすいですしね。あとはベルトがこれ紐になってて、あの後ろでも結べるし前でも結べるので、いろんな表情も見せられるし、ベルトを取っちゃって違うベルトをつけてもなんかあの可愛いのかなと思います。あと裾がこうフリルになってるんですけど、動いた時にすごく可愛いなと思いますし、こうちらっと見た時に細かいディティールがしっかりあるのってなんかこだわりがあるっていう感じがして私はすごく好きです。このコーディネートの好きな部分は、まずいろんなところにフェイクレザーが使われているんですけど、肩も可愛いし、あとこのボタンの部分も可愛いし、リボンの縁の部分にも入っててすごい可愛いなと思います。もともとジャンパースカートはすごく好きで、楽だし、あと可愛いしスタイルもよく見えるのでよく選ぶんですが、まさにそういうところ全部ギュッと入った服だと思います。特にこのリボンを後ろで結べるので、ウエストをキュッとスタイルよく見せられるのがポイントかなと思います。あと袖がたっぷりしてるのも私すごく好きです。あの二の腕が隠せるのと、あとなんて言うんだろう、ちょっと上品な感じしませんか。なのですごく好きなコーディネートです。トッククローゼットはなんといっても全ての服がすっごく可愛くて女の子らしくって、あ、女の子に生まれてよかったって思える服ばっかりなので私もすごく大好きです。そしてプチプラなので全部試せちゃう、これもいいポイントですよね。皆さんも一つ一ついろんな種類のものを楽しんで、あの女の子を満喫していただければなと思います。